と待って。え？ちょっと涙できちゃった。え？怖い。大丈夫？大丈夫。ちょっとティッシュ待っていいですか？え？どういうこと？ちょっと待って。いや、大丈夫です。なんか来た。誰かの何？涙が出てきた。どうして？どうも、島田秀平です。始まりました、島田秀平のお階段巡り。皆さん今回も見ていただきましてありがとうございます。さあ今回ですね、コラボさせていただきました YouTube チャンネルファンザハウスさんとのコラボです。ご紹介させていただきます。伊藤真由紀さん、はい、こんにちは。上杏奈さん、はい、こんにちは。竹内ゆきさんです。お願いします。いやー、ありがとうございます。こちらこそです。ただただ大ファンで、はい、もう今回ね、こんな夢のようなコラボさせていただいてありがとうございます。ファンザハウスさんの方ではね、皆さんの手相を、見させていただいておりまして、ね、はい、まあ、簡単に言いますと、ビーナス、神様、化け物、はい、あとはね、詳しくはぜひ ね、チェックしていただきたいと思いますが、はい、概要欄貼っておきます。どんないつもはことをやられてるチャンネルなんですか？基本的には、あの本当仲いいセクシー女優さんたちが一つのお家で集まって、いろんなこう普通にセキララな普通にガールストークとかから、ちょっとこうちゃんと YouTuber っぽい、まあ、でもエロよりか結構和気あいあいなチャンネルで、そうそう、本当皆さんお話がお上手で、ね、なんかすごい盛り上がった回になりましたね。いや、面白かったです、本当に、ぜひね、すんごい落差ありますんで、概要欄貼っておきます。ファンザハウスさんの方もですね、皆さんチェックしていただきたいと思います。お願いいたします。お願いします。大丈夫ですか、こういう会談ですけど、皆さんってそうお話とかお持ちなんですか？まあ、あるじゃあある、ね、はい、やっぱりね、ちょっとこう楽しみなんですけど、ちょっとじゃあ、まあ雰囲気作りってわけじゃないですけど、一枚僕あの写真があって、まあ、こんな写真どう思いますってもちょっと見ていただいてもいいですかね。出た、え、どうしよう、変なの。いや、私、いや、ちなみにこのチャンネル普通にあの普段見てたんですよ。ありがとうございます。そうなんですよ、やっぱね、怖いんですよ、本当に。どんなの来るんだろう。一応これね、長野県 の、まあ、あのもみじがね、とても綺麗な場所の、まあ、風景を撮影した一枚なんですけども、なんか変なのが写ってるぞってなったんですね。じゃあまずじゃあ普通にこれ、分かるかどうか見ていただいていいですか。綺麗、綺麗ですよね。綺麗、ここ何、ちょっとね、これ左側の方にね、普通に、まあ、一人の女性が歩いてたんですけども、アップにすると、え、そうだよね、え、おかしいよね、え、待って、やべー、なんだかで、え、どういうこと、ちょっと待って、なんか失礼しました。やべー、どういうこと、どういうこと、え、なにこれ、これは、これなんだ、え、どういうこと、火、なんかさ、出てるよね、うわ、怖い、すごい、これか、来た、うわー、違う、今あの、椅子がグラグラしてたから、びっくりしちゃって今、すみません、ちょっとこれ立て付け、誰なの、立て付け、これやだ、こっちがびっくりしたよ、僕がびっくりしましたよ、なんかグラグラしてるから、やだ、びっくりした、大丈夫、椅子これやばい、今、声出た、驚きすぎて自分の声めっちゃ叩いちゃったびっくりしちゃった、なんで怖い時にあーってやるんだ、悔しかったから、悔しかったんですね。じゃあちょっとね、あのこんな空気にもなりましたんで、はい、お話伺っていきたいと思いますけど、今回は、上杏奈さん、そして伊藤真由紀さんにお話を伺っていきたいと思います。お願いいたします。お願いいたします。これは私が高校生の頃の修学旅行の話なんですけど、はい、あの沖縄に行ったんですよ、で、まあ、普通にこう楽しくみんなで修学旅行楽しもうっていう、まだ初日か2日目ぐらいだったんですけど、その日の昼間に、全部で8、9クラスぐらいあったんですけど、まあ、奇数組偶数組に分かれて、あの戦争があった頃のゴーガマって言われる、あのみんなが逃げる場所、なんだ、そこで避難しておく場所みたいな、すっごいもう洞窟の奥みたいなところなんですけど、そこにもう行くっていう、もともと決まってたんですよ、はい、修学旅行の中に。で、奇数組はわりかしルートとしては短い号に行く、で偶数組は結構長い距離の号に行かなきゃいけないっていうルートも決まってて、で、まあ、二手に分かれていくんですけど、まあ正直みんな
なんなら海で遊びたいとか、うん、まあ、遊びたいじゃないですか修学旅行なんで、まあ、本当はね歴史のことも勉強してるととても大事な時間なんですけど、やっぱ学生の時はね、はい、うん、っていうのでみんなやっぱあんま乗る気ではなかったんです、うん、で行ったらやっぱもうみんなで列をなして一人ずつこう列なしで歩いていくんですけど、まあ、私はルートが短い方だったんですよ。で歩いてって、でも明らかに私霊感とか何もないんですけど、もう入る時からもう入っちゃいけないような空気がしたんですよ。もう気温が変わった気がして、うん、でもなんかみんなちょっとこう夏服なんですけどみんな震え出すというか寒いみたいな感じで歩いてって、だんだんどんどんみんな口も閉じていくんですよね。なんか怖、怖しか言ってかないみたいな。でもう真っ暗なんですよその中は。で誘導してくれる担当の人がいるんですよ、現地のの人がもう言い方も結構怖いんですよね。こうボソ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 喋って、ここは実はここで亡くなった子供大人全然いますみたいな、これが血の跡ですみたいな、言われてくるとみんなどんどんやっぱねこう顔色も悪くなってくるっていう、まあそうですね、はい、で言ったらある後ろにいた子が倒れたんですよ。また急に倒れちゃってってなって、そしたら違う男の子は鼻血が出ちゃって止まらないんですよ、はい、もうダラ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 出ちゃって、でやばいやばいっつってなってるんですけど説明してる人はやめないんですよ、ずっとこうで、あで普通なんかじゃちょっとね中断しましょうかとか大丈夫とかね解放とかね なりますよね。先生は解放はしてたんですけどやめなくて、その人は言うだけ言って、じゃあここで1分間黙祷しますみたいになって、うん、みんなも怯えるじゃないですか、何もここやばいやばいみたいな、いちゃダメだよみたいになってるんですけど、もう目をつぶって頑張ってみんなで黙祷して、したら1人何でもただ普通にしてたのにもう号泣し始めちゃうことが出てきて、はいはいはい、その中の1分って本当に長くて、うん、みんなこうってなって、で、じゃあ早くだ早くだよっつって終わって、まあ、誘導して出ちゃったんですよね。で出てもやっぱ鼻血は止まらないし、その子ももう過呼吸になる、泣いてる子は過呼吸になるし、うん、って言っても帰りのそのバスがもうカオスだったんですよね、うん、怖すぎて、うんうん、で違う方のそのルートが長い方の組のクラスはあの男の子、普通にバスケ部だったかな、男のエースがめちゃくちゃこう引っ張ってくれるような子だったのに、その子急にその豪雨の中で倒れて、はい、40度の熱が出たんですよ、そこで出ちゃって、でその子もうみんなでまたそっちも出てったんですけど、その子帰る日までずっと熱で車椅子でも修学旅行中帰っても熱下がらなかったんですけど、はい、で大体そういうなっちゃった子ってずっと体調悪くて、その後、うん、でその自分たちの地元に帰ってからなんかやっぱそれぞれ個々で霊媒師さんなんかそのいろいろお祓いとか行ってちょっと元気になったみたいな感じだったんですけど、だから最高の修学旅行のはずが結構な人数がもう最悪の修学旅行になっちゃって、それ以来みんな豪に行くツアーをやめたのかちょっと分かんないんですけど、うん、みんなであれは行くべきじゃないっていう話になったんですけど、うん、怖かったですね。いやもちろん学生としてね、うん、やっぱ学校の教育もあって、うん、こういう歴史があったんだよってことでね、うん、やっぱりそういう場所に連れて行くというね学習だとは思うんですけど、うん、やっぱり無念の思い抱えた方とかの思いを受け取ってしまうって人たちもやっぱいたんですかね。結構カオスでしたね、あの帰りのバスとかが怖すぎて、もう次の日海で遊ぶっていう、ね、予定だったんですけど、みんななんかもう海で死ぬんじゃないかみたいな、あ、まあ、ちょっとね怖くなっちゃいますよね、うんうん、なんかその僕怖かったのがそんなね大変な状況になってるのにガイドの方が説明を淡々と続けてやめないっていうもう当時16、7ぐらいじゃないですか、学生なんてもうなんならもうお母さんとか叫びたくなるぐらい怖いというか、はい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 、だったんですけど、その結構ガイドの人はもう当たり前なんですよね、それを見るのが。どうなんだろう。あとやっぱりその黙祷をね、うん、そこでこうねしっかりするっていうことが一番この解決につながるとかっていうふうに思ってたのかもしれない、うんうんうん、だからしっかり黙祷もさせるためにあえて止めなかったのかもしれないですしね、うんうんうん、めっちゃ怖かったですね、うん、なんかもうちょっと固まっちゃってますけど怖い苦手なんですね苦手だったみたいですね苦手だったみたいです。竹内さんいかがでした。なんだろう、なんか私やっぱ妄想が得意なんでその状況をすごい想像しながら行ったんですけど、
なんだろう、もう多分その、うん、最初に感じた直感って信じなきゃいけないなって今思いました。あ、そうか、入った時にね、はい、あ、ここはっていう、そうです、そうです、やっぱそこが自分を守る唯一の手段なのかなって今ちょっと冷静になって今聞いちゃった。なんかやっぱ霊感も何もないのにそれを感じてしまうって相当なあれですよね、なんか出てるってことですよね。そうですね、やっぱその無念の念とか、まあ別に悪いものじゃないにしても、やっぱその明るく全然違う方にこう意思がある子たちが入ったことで、やっぱそういうとこじゃないんだよっていう意味を知らせたかったのかなとかも考えちゃったね今ね、うん、やっぱりね、そういう場所だから、うん、そういう気持ち、うんうん、ね、追悼の念だとか、そうそうそう、そういうね、やっぱり気持ちで張らなきゃいけなかったのかもしれないですよね。まあね、学生さんの小学校ですから ね、そこなかなか難しいですけどね。入っちゃったからですかね、ちょっと入るなって怒られちゃったかもしれない。そうだったのね。いや、反省します。でも実体験、いや、怖かったですね。怖かったですね。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、続きまして、話せます？いけます、いけます。ちょっとあれ、なんかちっちゃくなりました、さっきの。縮んだように見えるんですけど。すごい、こういう話聞いてると胃が痛くなりますね。霊感とか終わりなんですか？ないんですけど、母親が結構あるタイプで、昔からそういうところにはもう行くな、やるな、もう遊びでも試すなって固く言われてきたで育ったので、ほとんど霊体験もないんですけど、一つあったお話しさせてもらってもいいですか？体験談ですか？体験談です。はい、じゃあお願いいたします。20歳ぐらいの時に付き合っていた彼氏と同棲をすることになって、はい、で、まあ、その頃ってまだね、学生が終わったばっかりであんまりお金もない中だったんですけど、うん、2人でお金を出し合って、じゃあ同棲 しましょうってなってお家を決めて、すごい多分彼にとっては固い決心だったんですね、うん、それが大きな決断ですよね、うん、全然若い頃だったし、で私もまあそういう気持ちではいたんですけど、ちょっとやっぱり若気の至りで、まあ、こう結構他でも男作っちゃったりとかなんとかってして、まあ裏切ってしまったんですよね、その彼のことを。でなんと引っ越して半月1ヶ月も経たないまま私お家に帰らなくなっちゃって、すごい寂しい思いをさせて別れも告げないまま離れてしまったんですよ。すごいひどいことしたなと思って、結構罪悪感はあったんですけど、まあ、次に乗り換えてしまったみたいな。でしばらくそのまま過ごしてて、謝罪も何もないまま、うん、そして、まあ、2週間後ぐらいだったんですけど、手首にこう2つあざができていて、うん、あれ、なんかゴム、紙ゴム強く締めすぎたかなと思って、まあ、全然気にしてなかったんですけど、あんまぶつけるようなことがないところに2つ綺麗にこう線がついてて、うん、で、まあ、全然気にしてなかったんですけど、次足首にも同じようなのができたんですよね、2本。2本なんですね、同じなんですね。2本なんですよ。あ、もう多分これおかしいと思ったんですけど、でもそれが何かまでは調べなかったんですけど、そのままほっといたらもう翌日腕、翌日足って綺麗に4手首手首全部に、え、ごめんなさい、え、跡が全部で両手首と両足首、両手首両足首にあざが2本、全部2本なんですか？そう、もう綺麗に出てて、その当時写真も撮ったのも覚えてるんですけど、はい、ちょっとその写真やっぱ怖いものってあんま撮っとかない方がいいって聞いても、撮ってすぐ消しちゃったんですけど、で自分でその後ネットとかで、まあ何かあったら調べちゃうじゃないですか、うんうんうん、で調べたら生き霊っていう風に出てきたんですね、うんうん、合ってるか分からないんですけど、もしそれが生き霊だとしたら絶対その彼の怨念というか、うんうん、私への思いが体に出てきたんだなっていう、うんうん、で結構しばらくの間全然消えなかったので、うん、こう本当に生き霊だとしたらすぐ会える存在でもあるから、
余計なんか怖いなっていう生きてる人の霊っていうのを初めて感じた経験でした。いや、すげえ、本当にそうなのかなっていうのも聞きたくて今日はお話ししたんですけど、僕も一応いろんな話を聞く中で、うん、僕も今思ったのはやっぱそれ生き量なんじゃないかなって思いましたね。例えばアイドルの方でちょっとこうファンの方、うん、ちょっとこう距離感が近い方がいたんですって、うん、で、あ、やだなって思ってて、で新幹線で思わず寝ちゃった、うん、ただ寝た時にそのファンの方がわーって現れて寄ってきて、で夜道でガッて腕掴まれたんですって、でわーって思って起きたら、あ、夢だった、よかった、新幹線汗びっしょりなんですよ。でパッて見たらここにでも手首グッてこう掴まれた跡があったとか、でもこれもやっぱり生き量、もうその方の夢見た後だからそうなんじゃないかと思うじゃないですか。で、あのやっぱりこうシークエンスの早友さんっていうね、霊が見える芸人さんにも聞いたんですけど、やっぱりこう亡くなった霊に比べてやっぱり生き量、生きてる人の気持ちの方がダントツパワー強いんですって。そうなんですよね。だからそういう跡が残るぐらいのあざができるっていうのはやっぱり生き量の可能性が非常に高いよねって話をされてました。痛みはなかったないんですよね。そ、ちなみにですけどしばらく続くわけですよね、うん、その後どうやってそれがなくなっていったんですか。あ、だんだん薄くなっていって、赤く、本当紫色から赤くなって消えてったんですけど、普通のあざの消え方とはやっぱ、ね、黄色くなっててだんだん肌色になくなる感じではなくて、うん、赤から薄くなっていった、パッと消えた感じだったんですけど、それってこう連絡取ってごめんねとかそういう話をしたとかってことではなく、何も現実は何も消化してなかったんですけど、いや余計怖くなっちゃって連絡取ることもできなかったんですけど、まあ、じゃあもしかするとその彼の方の気持ちが徐々にこう解消されてったからってことなんですかね、っていう風に解釈しちゃいましたね。怖すぎて。でも消えてよかったね。よかった。いやーすごい話、皆さんお持ちですね。ちょっとあのまさかの取れ高ということなんで、はい、あのじゃあ竹内さん、はい、次回お話ししていただいてもいいですか。はい、わかる。ちょっと待って、えちょっと涙できちゃった。え、怖い。大丈夫。大丈夫。ちょっとティッシュ待っていいですか。え、 どういうこと。すいません、なんか来た、なんか来た。大丈夫です。誰かの何、涙が出てきた。どうして生き量？そういうのでないですよね。え、そういうことって話してると集まるっていうじゃないですか。よくね、その右側と左側で意味があるとかもありますよね。あ、そう。そう、ちょっと話聞いてたら。なんかありそう、右。はい。やばい。ちょっと何かが起こりそうな気がしてきましたね。ごめんごめん。はい、その竹内さん、次回話していただきたいと思います。はい。今回ですね、ファンザハウスさんとコラボでございます。僕もですね、出させていただいて、手相鑑定の方をしてます。皆さんぜひねチェックしていただきたいと思います。概要欄貼っておきますので、ぜひ皆さん、チャンネル登録そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。お願いします。ではまた次回お願いします。お願いします。ゲストは伊藤真由紀さん、そして、上杏奈さん、そして竹内由紀さんでした。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。